南京無双玉すだれの木手花子です。よろしくお願いします。今日は恵比寿祭り、恵比寿神がいっぱい服を運んでくるように、私も服がいっぱい来るように、今日は小福玉すだれをしたいと思います。見てみましょうね。はい、それでは、始めたいと思いますが、私一人では盛り上がりません。皆様方のお手拍子とそれから掛け声ですね、一緒にやっていただきたいんですけれども、玉すだれの掛け声ご存知ですか？ではヒントを出しますよ。玉すだれの掛け声は昨日ではなく今日でもなく明日でもなく、さて何でしょう？そうです、ピンポン。あさって書店の南京さますだれ、これが掛け声になります。ですので、私がさてと言いましたら皆様方もさて、私がさてと言いましたら皆様方もさてというように掛け合っていただきたいんですけれども、練習してみますね。ピンポン。Thank you.
よかった。運動が長すぎてなか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 戻らない。はい、戻ったよ。はい、立って関東の連山筑波山で採れた白黒んだ。
四六五六はどこでわかる？前足の指が四本、後足の指が六本。これを名付けて戦争は四六の我慢。一年のうち5月、8月、10月に取れる。デスメゴワッソは四六の我慢。さればこの我慢から油を取るにはどうする？筑波山は麓の住民山へ。木の根草の根深く分けり、御箱という強い草を喰らい育った我慢は、四角四面は花火、四角四面は花火、これだ、これがガマの油と、これがガマの油、この中へと追い詰め、小心者のガマ、鏡に映ると、おのがいに醜い姿に驚い、流す油の汗がたらーり高い、これを金網の下に取り出し、三七二十と一日間、柳の小枝一尺に寸を持ち出して、とろりとろりと煮立ち、できましたのに赤い新車にヤシ油テレサ天下てんてこり、から天竺南蛮都内の妙薬と練り合わせてできましたものが五感物種。目の前にある、これがガマの油、これがガマの油、このガマの油、一体何の役に立つかというと、大変微妙な話で恐縮だが、煮干し切れ字、次郎脱刀、すり傷、切り傷、かすり傷、冬になりましてお姉様の痛い、かゆい、ひび、赤びれ、一度つけてみてくださいませ、ピタッとな。だがおかしい、ガマの油の切れ、これだかというとまだ一気に倒し、風邪ひきがんの虫、ニキビ吹き出物に虫しむやけ、人知れず悩んでおられる方もあろう、一方天地に生理不順この恵比寿町からこそこそと去ろうとしたあのお父さん、あのお父さんが実はその一方天地だ誰もお父さん心配することはないんだよ。そんなものは手前寺さんのガマの油、かの者の表側、裏側にほんの少量をつけていただき、それだけで結構、あとは一晩ぐっすりと寝ていただきたい。翌朝からはたったの御こすり半で、かの懐かしい青春のよみがえり、朝立ちというやつが落とす。だがお父さん、あまり張り切りすぎてたくさんつけすぎないよ、元に戻らなくさてさてお立ち、ガマの油で切ってどれだかというと、まだただいまから刃物の切り足を止めてごらんよ。えい、群馬と町の氷の刃はプランテンと言ったもとし、運ばれないサビ一つで鈍刀鈍物とはわけなし、ただいまから試し切りをしてごらんにいる。お、ちょっと失敗した。お、試し切りといっても映画やテレビのように百姓町民を切り捨てるわけにはいない。しからばのせ、しからばのせ、取り出したのは一枚の半紙、これを切ってごらん。一枚が二枚、もうちょっと目がすんだら、二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が、おっ、八枚が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 十、八枚が十六枚、ロール16枚が32枚、32枚が64枚、64枚が128枚、切るも切ったり128枚、上へ吹き上げれば秋はのぼせつか、嵐山は落下の舞これだけ切れる正宗だが、
手前寺さんのガマの油、差し裏、差し表に一塗りすることによって、ただの丼とただの生蔵となっておるよろしいか、私。ただいまから実験をしてごらん。引いて切りない、叩いて切りない、押しても切りない、絶対に切りない。だがどうだ、この油がぐっと拭き取るとどうだ。刃物の切り味再び戻って鉄の椅子に板も真っ二つ、先ほどの切り味するがいまさむねに戻っておるよろしいか、私。ただいまから手前の竜でを切ってごらん。大道芸人といえれども木の股から生まれてきたわけじゃない。家に帰れば女房もいる、3人の子供、三つを頭に、あ、5人だな、5人の子供がピーピーピーと泣いてる。どこにでもある家庭向けだ。当然保険物衆と同じように、すねりゃ痛いよ、くすぐりゃ笑うよ、切りゃ真っ赤な血が出るんだよ。ただいまから手前の秘伝流を切ってごらん。大道芸人の体の中を流れるうち、赤いか黒いか、はたまた黄色いか、とくと見やがれ。ちゃっ、あ、いけ、あー、いけいけいけ、あー、いけな、弱ったな、おい、あー、おい、ちょっと切れちゃった、おい、あー、おい、ちょっと救急車呼ぶくれ、おい、おい、あー、いやいや、血の目薬ねえか。あー、アホが、あー、そうそうそう、なー、あー、ああ、こんな出ちゃった。ああ、弱ったな、おい。ガマの油作れんだな。そうそうそう。お客さんよく言ってくれた。思い出した。なんてことがねえんだ。ガマの油つけりゃいいんだ。てめえさんのガマの油も、一塗りすれば、五つ数えるうちに違うと思う。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、えい、この通り、血がピタッと止まる。これ、血止めの妙薬。その昔、川中島の戦いにおいて、上杉謙信、武田信玄の2人も、この油を持って戦ったという言われがある。さらに下っては、国の数の笹原重蔵、本来の営業の清水の次郎長と、戦国時代に名を馳したさまざまな武将巨漢が余さず愛用されるこのガマの油、本来ならばいくらです、本来ならば絶対に値引きはできないところだ。本日は特別出張っての真っ白商店連合会の恵比寿祭りだ。特別大きい会、50銭小さい会、30銭にてお分けする。さあどうだ。はい、工場はこれで終わり。次はバナナのパタンキングにバトンタッチいたします。はい、サンキュー。集まってちょうだい。私もないけどね、遠くにいる方近くに来ないからね、私見えないからね。さあ恥ずかしながら横を見て、ただし、子供さんは後ろの方、貧乏人も全員後ろの方、全員のあるやつだけ前に、そこで線が敷いてある。で、線より前の方が出ないように。なんかゴジラのお父さん来て、おいおい、よこせよこせな。いいね、元気いいね。遠くの方、最近老眼が持ってね、遠くの方が見えないんで、
ってまいりましたんでね。そこ1000円じゃ1000より前の方やでないでしょ。よろしくお願いします。シャンバッグ、まあ、でもね、ずっと前からね、前の方やでやりますんでね、まずはお客さんも売れながらで、これ以上は前の方に出ないでしょ。あいつさんのマザーのさ、ネクタ作りしたネクタ1万2000円ですね。はい、やりました。
げをやっぱり嫌に出す色が黒の出来事でいいか私の夢はただ働いてきたもんだついとかないかもしれないけども最後の前でやめろはい、はい、最後やめろけど3人帰るんだろじゃあお父さんと3人と、はい、500円でいいんだろはいありがとうございますしかも3人と2人500円で500円でまだまだ普通に言うのが普通に言うのが普通にいいからいらない金がいっぱいあって最後行ってみましょう最後のバナナ今ね500円で行きましたけどもうちょっと我慢してね我慢してねはい、そこまで行きましょういいですかじゃあちょっと準備しといてちょうだいねはい、行きます、はい、ご占領はいこれご占領だもんもちろんで引っかかったね、早いだとはい、ご占領のおかげでじゃあ、細かいの、はい、いただきますお次は、これ全部ありがねえだよ、これ全部ありがとうねあ今みたいに引っかからないよって失敗しちゃったねもう箱つけんじゃねえかおい親の量じゃねえ当たって一緒だよちょっと安くなる待ってて、ね、引っかからないよってはい行きましょうしかも使命は今回の使命色はそれが十分くさいはい、4と出ましたよ。おやめろ、はい、はい、お姉さん。向こうの男の方が400人だ。はい、また。中心しないので、ね。ここも上がりました。はい、4やめろ、はい。じゃあ、お三人方だけね。もうちょっと我慢したらいいとこよ。はい、お姉さん。もうちょっと我慢したらいいとこよ。あ、ごめんなさい。遠く見えなくてね。お姉さんとお姉さんと。はいはいありがとうございます。ほら、片桐だからね高いも買わないですね。ほら、はいお釣りいらないでしょうか。はい。だからさっき最初に言ったでしょ前の声は出ないよ、ミドで、ただ線が死んだよさあ、行ってきましょう6回目から行きますからって言ってて、はい300秒はいはい、ありがとうはい、はい、ありがとうはい、どうしたら300秒これ、いいねちょっと前にの方でね、手挙げてさ、300のいいの、あれこれ、今日、あの、親御ちゃんが、つかなくなったんだ。これが毎年、お母さんが高齢なもんでね、これが、これが、いい気持ちでしたから、ここだけは我慢してね。1個大丈夫、10分はい、行きました行っちゃおうね見えない、見えないじゃあ、学校でちょうどいいねさあ、もうちょっとね、我慢してねあの、やった方がいいと思うよ前での方、後ろの方、後ろの方、後ろの方お姉さんこれをいくらで、200円あらた、花さん、どんどんあったなあらよなんかさっきめちゃくちゃ50秒ただ勇気あるね。これね。ちょっと待って、あのお姉ちゃん。ダメダメ。同じなの。あ、なんかダメだわ。もうダメだよ。ちょっと待って。もうダメだよ。どうなんだこれ。これ片付けよう。
これちょっと下が多いから、もうちょっとね、安くなってるのね。まだこっちの、あんまりいいや、取ってきの方。これ寿司の、これどうするの？これ置いたら買っていただける。うん、おもてなみか。南でしょ、バイク。どうする？私だから。南見てますよ。今度は一本。よろしく。旅行一緒。よろしくお願いします。一つ、みんな、気持ちよ。はい、はい。何してんの？まだまだ。最初から痛むもんね。僕これじゃ寝ないで。いやいやいや、僕がゆっくりになるからね。前の方は飛んだんですよ。トラブルで。ありがとうね。200票。100円でいいからお母さんに200票ですね。それ後ろの方はどうしてもっていう人ならやってあげない。はい、お姉さん、これやめようね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。こうでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。
ゃあ。はい、ゴーショー。はい、ゴーショー。はい、ゴーショー。今な置いてけやね。この辺の人は。この辺の人は。どうぞ。今日の来年で終わりにしたいと思います。飲んだら飲んで。はい、ありがとう。ありがとう。じゃあ、お知らせ。てな調子でね。タバコはね、ぶっく。ほら、おう、ぶっく。はい、ありがとうございました。大道芸一座終了で本日興行これで終わります。明日またやります。明日の午後はね、来てちょうだい。サンキュー、ありがとう。